5月15日、売国自民党は、7月の東京都知事選挙で、自民党候補者の擁立を行わず、嘘つき、詐欺師と罵倒をされている小池百合に乗っかることを決めたようです。自民党は、4月28日の衆院補欠選挙で全敗しました。裏金犯人の自民党に対する国民の怒りは大きく大変なことになっています。一方で小池百合に対する都民の怒りも収まるどころか燃え盛っています。知性のある都民なら小池百合がまともにカイロ大学を卒業できたとは思えないと。ですから小池百合知事を続投させようという自民党の決定は合理的じゃなく恐ろしいことです。関係筋によると小池百合と自民党、公明党と維新の会と国民民主党のつまり与党と与党補完のエセ野党ですが、世の中の目を欺くために翼の党の取り締まりをはじめ警察機動隊に大騒ぎさせています。身に恐怖を感じた、あんな選挙初めてでした。身に恐怖を感じた、あんな選挙初めてでした。電話ボックスに登ってですね、大声を出したりとか、選挙カーのすぐそばでですね、太鼓を叩いたり、明らかにまあ異常だと。それを国民民主党さんからはですね、ぜひ一緒にやりたいというのは非常に前向きなお返事をいただいたところであります。公職選挙法の改正案を取りまとめています。国民民主党の玉木代表も共同提出に前向きな姿勢を示していて小池百合、与党とエセ野党は翼の党の突撃問題に話をずらす作戦です。与党とエセ野党のお芝居、玉かしに注意しなくちゃですね。